アンナントゴフは、東大に置かれた六都ゴフの一つ。622年、現在のハノイに、公衆総管府が設置された。624年、公衆都督府に改称。679年、アンナントゴフに改祖。8世紀頃には、人口約10万、13州、39県、32、厳州を支配下に置いた。六十七年、おそらくは、 東南アジア島諸部の勢力から攻撃を受け、当時の都合であった、長白儀が、ラジオを建設して、襲撃に備えた。旧世紀諸島には、チャンパー王国の攻撃も激化したため、水軍の強化とラジオの要塞化が進められた。こうした、軍事費の増大は、現地民への増税につながったため、現地人の不満を募らせて都合が殺されることもあった。 さらに、雲南地方で勢力を拡大していた南章が、四川から雲南を経て、河がデルタへ至る、商業路を確保することを図り、安南とゴ府を攻撃した。863年、南章によって、安南とゴ府が陥落したが、唐は、ベトナム支配を断念せず、再び軍を率いて、都五府を再建した。しかし、この頃になると、ベトナムの中南部から、 海南島に抜ける交易路が発展したため、甲賀デルタの地性的な優位性が失われた。そのため、都語府の重要性も低下し、880年に起こった反乱で都語府は形外化することになった。ありがとうございます。